海上保安庁巡視船宮古型2番艦大隅が、鹿児島へ配備との情報をキャッチしました。今回は、尖閣諸島方面もカバーに期待する、海上保安庁巡視船大隅を詳しく見ていきますね。護衛艦ほどの装甲の厚さではないので、ちょっと心配だな。三菱重工業社と同じ系列の造船会社である三菱重工マリタイムシステムズ社は、建造を担当していた海上保安庁の巡視船大隅を、この2023年4月21日に引き渡すべく、その式典を同社本社工場のある岡山の玉野市で実施した。この式典には、三菱重工マリタイムシステムズ社からは、社長の長江田氏らが列席、海上保安庁からは、総務部長の勝山氏などが出席し、前社からは引き渡し書、後社からは、その受領書が渡され、滞りなく、船の受け渡しは完了した。巡視船、大隅は、3500トン級の宮古型巡視船の2番目の船にあたり、この1番船で、かつ、ネームシップの巡視船、宮古は、3年前の2020年2月に就役、今は、海上保安庁の第11管区海所保安本部の宮古島海上保安部に配属されている。今回、海上保安庁に引き渡された巡視船、大隅は、同庁の第10管区海所保安本部の鹿児島海上保安部へと配属される運びとなり、日本の南西諸島方面の警備体制に、また新たな戦力として加わるものとなった。もともと、宮古型巡視船は、その一番船が寄港された2018年時点では、三井 &S 造船社が建造を行っていたが、同社が2021年に造船事業を三菱重工業者に移譲したため、以後は三菱重工マリタイムシステムズ社がその地位を引き継いでいる。ただし、宮古型巡視船の3番船である、八重山は、ジャパンマリンユナイテッド社の横浜事業所、磯子工場が、建造を担当しており、今後も、三菱重工マリタイムシステムズ社と、担当を安分しつつ、新規の建造を担うものと思われる。宮古型巡視船は、総トン数が約3500トン、全長が約 117.0m、全幅が、約 14.8m の船体に、機関としては、ディーゼルエンジンを4機搭載し、最大出力で2万4000馬力、最大速力は25ノット以上と公表されている。兵装として、宮古型巡視船は、スウェーデンのボフォース社製のマーク4、70口径 40mm 単装機関砲を2機、放水銃等を装備しており、総トン数が約3500トンの大型準巡視船だけあって、かなり充実した内容と言ってよいだろう。また、宮古型巡視船は、航空機の運用を可能とするため、艦尾には、回転翼先用の飛行甲板を装備しているが、予算上の制約からか、その格納庫までは設けられておらず、常時それを搭載しての運用は考慮されていない。この回転翼先の、常時の運用能力に関しては、総トン数が約3221トン以上、全長が約 105.4 メートル、全幅が約 14.6 メートルと似たような規模ながら、その格納庫を備え、ヘリコプター1機搭載型と呼ばれる津軽型巡視船等とは大きく異なる。この回転翼先1機の常時の運用能力を持つ海上保安庁でも、貴重な津軽型巡視船は、まず、その2隻と1000トン型の国が、身型巡視船10隻によって、2015年度末までに、沖縄の第11海上保安本部に、尖閣領海警備専従体制を構築している。これは、中国による、公船の尖閣諸島方面の日本の領海や、排他的経済水域への侵入が増加した傾向を受けての措置であったが、中国側は、2013年には、それまで、複数が存在していた組織を、
中国海峡局として一本化する動きを見せている。これにより中国海峡局は軍事警察に直接連なる組織として改編され、それまでは日本の海上保安庁と同様に海上警備を主とする警察業務の範疇だったものが、実質的な中国の第二海軍とも言うべき存在に改められた。そのため中国海警備局はアメリカでも軍の一つに数えられる同国の沿岸警備隊と同じように、その目的がより軍事的な組織に申請されたと見るべきであり、実際に軍から移管された艦艇を配備するなど増強を続けている。こうした中国海峡局の増強は、沖縄の第11海上保安本部に尖閣領海警備専従体制を構築した日本の対応を、それでも不十分と判断せざるを得ない状況に追い込んでおり、宮古型巡視船はそうした対応策の一環で建造されたといえる。宮古型巡視船はその大型な船体を生かして海上での長期間の任務継続が求められる尖閣領海警備専従体制をバックアップし、大規模な対処すべき事案の複数の発生にも対応可能とする能力を期待されている船舶である。そのため宮古型巡視船は大型巡視船として高い指揮統制力を発揮する機能として、船舶自体にテレビ中継が可能な能力を有し、かつ回転翼機からも同様の能力を発揮させる装備を備えており、その実現を図っている。テレビ中継のシステムとしては、船舶または回転翼機等の自身が移動を行う本体にその画像のブレを修正する機能を備えたカメラと、そこで撮影された画像を送信、録画、モニター監視するもので、リアルタイムな対応を可能としている。回転翼機にテレビ中継システムを完備している組織としては、マスメディア各社が挙げられるが、警察、自衛隊、海上保安庁といった日本の治安維持を担う組織にも、それらを実装した機体が多数運用されている。そうした警察、自衛隊、海上保安庁といった組織内の機体や船舶等で任務中に取得された映像は、必要に応じてそれらの組織の対応や日本政府自体のスタンスと事実を知らせる目的で、時として一般にも公開されるケースがある。最近では2018年末に発生した海上自衛隊の哨戒機に向けて、韓国海軍の駆逐艦が火器管制レーダーを照射した事案等が代表例であり、日本側の主張の正当性と韓国側の主張の矛盾点について大きな役割を果たしたことは記憶に新しい。全くの余談であるが、この時に日本側が撮影していた画像には、当該の哨戒機に搭乗して任務に従事していた海上自衛隊員が韓国海軍の駆逐艦に向けて無線で呼びかけを行う様子が逐一記録されていた。そこでは海上自衛隊員は自らを表す単語として英語でジャパンネイビーとその所属を呼称しており、国内的には自衛隊は軍隊ではないという建前を堅持しているが、対外的には海軍であることを発していることは興味深かった。日本の国内での自衛隊の位置づけが政治的にどうであろうと、対外的に見れば軍隊であることは紛れもない事実であり、そのことに焦点を当てた報道は当時もほとんど見られなかったと感じるがどうであろうか。さて、今回の巡視船大隅の配属であるが、実は海上保安庁には全く同名の巡視船が2022年1月末まで在籍しており、同船は同年の2月1日をもって相模に名称を変更されたという経緯をたどっている。この前巡視船の
大隅は津軽型巡視船の2番船として1979年10月に鹿児島の第10管区保安本部に配属されていたが、2011年からの延命改修の後、2019年12月には横浜の第3管区保安本部に配置換えになった。海上保安庁の船舶は、自身が所属する海上保安本部の所在地にちなんだ船名が付与されることが通例だが、この前巡視船の大隅は、なぜか、所属変更から2年ほどにわたり、船名の変更が行われなかった、稀有な例だった。海上保安庁としては、各海上保安本部に所属する船舶に対して、その地域の住民への親近感を与えようとの配慮が基礎されているゆえの船名の付与だとは思うのだが、個人的には、細かいことを言えば、そうした配慮に、疑念がなくもない。それは、巡視船の名称の変更とはいえ、船舶自体への名称の塗装や、各種の組織図や、細かな備品関連に至るまで、すべてを変更することには、少なからぬ経費がかかっているのではないかという考えからである。そうしたことに必要となる経費などを大枠で見れば取るに足らないことと言われてしまえばそれまでだが、ただでさえ、尖閣諸島の専従警備体制等の整備に余裕のない今、船名変更に経費をかけることの是非を改めて問わずにはいられない。